と愛が世界を救うテイルズ・オブ・ファンタジア実況プレイ、私実況者のキョンと申します。前回から前々回ぐらいからですね、ここ、未来世界にやってきてるんですが、じゃあね、続きをやっていきましょう。あ、北から入ったら墓地になるんだ。墓所のとこに来るんだ。釣りがしてー、ですか。止まっていきましょうか。はい、ゆっくりしていってください。おや、夢の中ですか、これは。幻連曲、わあ、すごいすごい、これが変連脚という技だ。すごいすごい、父さんかっこいい。そうか、うん、父さんもっとすごいのをやって。そうだな、次は。あら、二人で何をしてるの。母さん、父さんすごいんだ、バンバンバーンって。そう、クレスに技を見せてたの。ああ、これから剣術を教えていくのに型だけでも見せておこうと思ったんだが、父さんもっとすごいのが見たい。この言葉に乗せられてしまったよ。ちょっと張り切りすぎたかな。いよいよクレスにも剣を教えるのね。ああ、早くから始めた方がいいだろう。その方が身につくしな。それに、いずれはクレスにも封印のペンダントを守ってもらわなければならない。そうね、ペンダント。うん、いつかクレスにも見せてあげるね。それよりも父さん、もっとすごい技が見たいよ。もっとすごい技か。これは父さんも練習中の技だったが、行くぞ。奥義、冥空斬傷拳。どうだ、すごいすごい、バラバラになっちゃった。まだまだあったな。どうしたのクレス。父さん、僕も練習したらできるようになるかな。ああ、できるようになる。本当？本当だとも。たくさん練習すれば父さんよりも強くなれるぞ。じゃあ、たくさん練習する。そうか。父さんもたくさん練習してこの技を完成させるぞ。そうしたら、クレスにも教えてやるからな。うん。父さん、母さん、クレス。あ、ごめん、なんでもないんだ。そうか、あの技、あの後も何度か見せてもらったけど、僕もいつか使えるだろうか。奥義伝承の称号を得ましたって。称号見たらわかるのかな。奥義伝承、アルビン流最終奥義、冥空斬傷拳伝承者。なるほどね。防御、特技、攻撃、これ3つですか。なるほどね。これが使えるようになったっていうこと、まあ実践しないとわかんないですけどね。はい、また来てくださいね。じゃあね、増えましたね、大手一生客とか。あまりこんだけ奥義あるんですけど、使うことないでしょうね。使うの限られてきますからね。はい、アルバニスタへ向かうとしよう。
また船に乗るんだね。なあ、船ってどこから乗るんだ？ベネツィアだよ。ユークリッドのもっと北の方さ。ああ。そこでハリソンさんと合流しましょう。というわけでめっちゃ言ったんですよね。の前にちょっと寄り道したいので寄り道していきましょう。港は何もないのか。何もないですね。まあ当然なんですけど、未来に来ても何もありません。ありません。何もないな。まあ、こっから行ったらもう目と鼻の先なんですけどね、アルバニーさんね。こっちの方角ですもんね。じゃあ、エンカウントだ。キラービー、気持ちいいな、これ。技が武器だな。大苦戦強いられましたね。ターゲットが小さい分。じゃあ装備変えようか。ムーバルクスを買いようかな。見えてきましたね。精霊の洞窟なんですが、さすがにお金は結構落としてくれますね。うわー、エンカウントが。ここに突っ込まれると結構危険だな。強いので油断できませんね。
ってくれてたんかい。なかなかいいもん落としてくれますね。無事にたどり着けるかな。この奥ですね。あ、1000ポイントある。結構厄介だな。あ、厄介だ。これ結構厄介だな。いやらしい事故通れんかな。名前があってもですね。あ、終わっちゃった。倒しましたね。いろいろもらえた。さすがに強敵ですな。さすがアークデーモン。あ、まだないのか。まだ早いのかな。まだ早いのか、ここは。あー、まだインカウントか。結構厄介だな、こう考えると、挟まれると。何よりも。大苦戦しないでください。戦った。強いな。思わぬ苦戦しられましたね。はい。おや、なんだ。ここで宝石サファイアを手に入れましたね。じゃあね、ちょっと時間過ぎましたがね、今回の実況ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバイ。